今回購入紹介するのは任天堂スイッチの、うん、マリオ VS バーサスドンキーコング、うん、でーす。こんな感じで、こんな感じでーす。ひらめきとアクションでミニマリオを取り戻せ。仕掛けいっぱいのステージを進み、ミニマリオをすべて奪ったドンキーコングを追いかけろ。なんかこれ昔、はるか昔のドンキーコングの現代版なのかな。おう、多分ね。うん、あのなんか上に登ってったりするやつじゃないのかな。違うね。なんか違うの。あのなんか二人協力プレイもできるって言ってね。うん、画面分割で新しい道筋が見つかるかもとか言ってる。バックフリップで高い段差を乗り越える。うん、逆立ちすれば落下物も怖くない。うん、ハンマーを使って敵を倒せ。尻尾を捕まえてそのまま移動。スイッチを切り替えて新たな道筋を作り出す。ってやつ。だからパズルとアクションの融合ゲームね。うん、って感じになってまーす。難しい。うん。で、多分ね、これ二人でできるから買ったんだと思う。多分ね。で、テレビモードでは一人から二人ね。うん、で、卓上モードでも一人から二人。うん、で、なんだっけ、スイッチライトかな、うん、は一人しかできない。ライトね、うん。うん。ってやつでーす。だからパズルとアクションの融合したゲームね。うん、文字力。ってやつ。多分だからこの鍵を持ってこれを開けるんだね。うん、そうすると助けられるんだね。多分。このミニマリオ。うん、ってやつでーす。でもなんかこの画面、あ、この絵を見るとやっぱ階段とか上がってって上に上がるみたいなイメージだよね。うん、パズルを解きながら、うん。で、ここにぶっ刺すみたいなね。うん、感じかな。ってやつでーす。じゃあ。以上がマリオバーサスドンキーコングになります。うん、以上です。